全日本スナック連盟会長の玉袋筋太郎と、そして愛すべきスナックのママたちとアルバイトレディーの皆さんに登場していきましょう。どうぞ。はい、どうも、ようこそ。はい、よろしくお願いします。おはようございます。あ、そしてママたち、どうぞどうぞ。ママたちでございます。足元気をつけてくださいよ。どうも、昼には弱い人たちです、はい、非常に昼には、夜は強いですが、昼には弱い人たちが、ずらっと、はい、どうぞ座ってください。はい、どうぞ。はい、どうも、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。いや、はい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 、いいですね。ちょっとこのママちょっと硬いですね。硬い、大丈夫ですか？緊張してるよね、それは ね、 ねまだ酒が残ってるママもいらっしゃるという話ですけども、まだ酒が残ってる、はい、まあ、こういう感じのですね、ねえ、空気の記者会見だということになりますね。大丈夫でしょうか。はい、本日は我らが会長でございます。どうしても伝えたいことがあると、うん、でこの会場に皆さんに集まっていただいてありがとうございます、はい、さあ、それでは会長お願いします。私、全スナ連会長玉袋筋太郎はスナックで日本を元気にするということを宣言いたします、うん、以上はい、ありがとうございます、若干何人かの方ピンときてない方もいらっしゃると思うんですけども、これ具体的にどういったことでしょうか。やっぱりですね、はい、この日本発祥のね、うん、スナックっていうこういう文化、うん、それが最近ちょっと新しいね事業形態、ナイト商売ですか、夜の商売で出てきて、はい、本当はスナックっていうのはもともと水商売のど真ん中にあったものが、はい、時代の趨勢 によってね、こうやって端っこに追いやられてしまっちゃう、ちょっと今ね。で、私は実家があのスナックだったので、はい、やっぱりねこういう状況を見てると、うん、もうちょっとスナックを応援したいなという気持ちになって、うん、こうして全日本スナック連盟を立ち上げたわけでございますよ。なるほど。そんな後継者問題を解決するべく、はい、なんか会長が、ママへの資質を見抜いた一人のママ候補今日呼んでるそうなんですね。あのママっていうのはね本当難しいですし、はい、人生経験が豊富じゃないとできないんですよ。確かにそうです。で、私はですね、うん、ママになれる、うん、まあ、その3つの条件というのを見つけました。条件、はい、ほうほうほう。それがこちらですね。ママの3つの条件、うん、ね、人生一か八か一か八、はい、バツイチ、バツイチ、生きるための背水の陣、ほうほう。この3つをですね、これ条件が、このママになる条件、はい、ほう、このね条件を満たす、ほう、まあ未来のママ候補つのを一人確保しましたよ。ほう、さあ未来のママ候補、はい、瀬山まりこ出てこいやん。それでは自己紹介お願いします。どうぞ。どうも、ママ候補の瀬山まりこです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。人生一か八か。うん、やっぱり汐留をね、はい、退社するってことは結構なこの一か八か。あ、そうですか。はい。円満退社なんですか、あれは。円満です、円満です。円満ですけど、はい、やっぱりね、あれだけ引かれたレールから、うん、自ら飛び降りるという。なるほど。これはもう一か八か。確かにそうですね。まあ、そう、はい、ね、そういう見方もできますね。はい、そうです、そうです。はい、そしてバツイチ。確かに。ね。はい。まだ湯気立ってますもんね。バツイチほやほやですもんね。湯気立ってる。はい。はい。合ってますね。合ってますね、はい、2つクリアですね。そして生きるための背水の陣、これどういうことですか後ろに戻れないっていう、戻れないんだ、崖っぷちだ、崖っぷちみたいな。確か、まあ、戻ることを考えたことはないですしね。ないですよね。ないですね、うん、はい。で、本人にはその自覚がないみたいな。ないんです、全然。背水の陣じゃないと。ないんです、ないんです。でも周りで、ね、見てる人間はみんな背水の陣だな瀬山って思ってますからよく言われるんですよね、それ。言われるんですか。思ってないんですけど。なるほど。楽しく生きてたらなんか背水の陣に見えてることもある。そうじゃないとね、プロレスのリングに上がりませんから、うん、じゃあ面白いなと思ったんで、そんなね、後楽園ホールに立てるなんてこと人生にないかなと思って。いやいやいや、それにね、どうですか今回のこのスナックの。いや、まあプロレス挑戦するときと全く同じ気持ちです。おとりあえずこのママのバトンを
つなぐと後継者と言われてますけど、私何かをするかしないか決めるときに、面白いか面白くないかで決めるんですよね。自分がやったこれが一か八かですね。一か八かじゃないですか。まさにこれが一か八かですよね。あ、そういうことか。はい、なんか面白いなって思えたらやります。実際にこのカウンター接客をですね、ゼンスナレの会長のタマさんにお客になっていただいて、わかりました、ちょっとやっていただきましょうか。コントが始まる記者会見ですからね。ママちょっと、あ、はい、ないママオープンしたの店。そうなんですよ、今日からなんです。ちょっといっぱいやってよ、作ってよ、はい、ちょっと作り慣れてないんですけど、まさかね、局アナウンサーがこの芸人に対して焼酎の水割りを作るとは。時代も変わりましたな。はい、お、じゃあいただきます。いただきます。ああ、あれ、これね、トールちゃんどうですか。結構合格点だけど、最後私も一杯いいですか。なるほど、と伝票がつくわけですよ。そう、ちょっと勉強不足でした。ちょっとでもお客さんのボトルを減らさないと。そうか、なんだったら肘で倒しちゃっていいんだからドンと、あ、ごめんなさいって。あ、そう、もうそしたらボトルが減るんですから。あとでもう一個、私もいただきますね。はい、いや、こんな具合でね、いや、いいんじゃないの。どうですか、手つき。やっぱトークはいいし、はいはいはい、ね、ルックスも、まあ、耐えうる、ルックス、ルックスも耐えうるねえ、綺麗ですしね。うん、大丈夫だと思いますよ。まあ、かなりのこの事故物件だって話は聞いてますよ、業界では。はい、事故物件をまたこれは再建していくってことですよ。クラッシュ&ビルドですよ。なるほど、はい。